質量保存の法則のことについてやっていきました。スチールウールを燃やすと酸素と化合して、それぞれの金属の加熱するときなんですけど、メモして。これさ、金属の質量と化合物の3対2になります。3対2という比率で入れちゃっていいので、クラス系の方お願いします。